The Low Screen。おはようございます。アローズスクリーンのシーサです。さて本日は奈良県奈良市にございます K パワーズ大安寺店さんにやってまいりました。今回は街道日記2度目の収録となるこちら K パワーズ大安寺店さんですけれども、まともぎ2、今回はですね、前回の狙い騎士を再び朝から狙ってみて勝利を目指したいなという気持ちです。はい、そして今日はですね、抽選番号がこちら28番となっております。それでは審査の街道日記第593話よろしくお願いいたします。おはようございます。よろしくお願いします。さあ行きましょう。 K パワーズ大安寺店さんですね。相変わらず素敵な空間ですね。前回は座れなかった窓マギス、今回は座れます。よろしくお願いいたします。さあ今回2度目の街道日記となるこちら K パワーズ大安寺店さんですね。1ヶ月前にお邪魔した時はこちらの窓マギ2導入直後ということで、狙い騎士ではありましたが座れずでした。しかしあれから1ヶ月、また朝一の人気騎士というのはかなり割れてきましたが、ほとんどのお客様がスロットコーナーバジリスク絆というところで、もうすでにバジリスク3の導入が早いところでは始まっているこの時期ですが、絆の人気は相変わらずという朝ですね。もう219ゲームというところまで回しておりますが、ここまでレア役がジャクチェリーが1回とスイカが2回というだけでした。200ゲーム過ぎて、これからの展開が楽しみだね。さあボーナスか、チャンスとかどちらが欲しい。強チェリーです。ボーナスはなし。魔女探索ステージとなりますが、今日はですね、ここまでチャンスを取って1回あります。これで2回目のチャンスを取るポイントになるでしょうか。これが2回目のチャンスゾーンとなります。投資は早くも10本目、261ゲームですね。あー、ここはさやかか。大丈夫？このあたりはついてないです。このチャンスもさやかさやかでは難しいところです。さやかちゃん、そりゃあちょっと。ダークチェリー。そして。当たらんかなこれで。これあるかもしれませんね。ざっくりリプレイそれぞれ1回ずつというゲームでしたが、あ、マドカも来た。当たった。よし、276ゲーム2回目のチャンスから、まずはマギカラッシュ突入ですね。これは嬉しい。
さやかチャンスゾーンをゲット。やったね。さあ初期投資は47枚のちょうど10本というところからのスタートです。右、なかなかレアヤクもいけないという同時に、そしてまだボーナス当選がないという同時でした。この50ゲーム間ここで今日最初のボーナスまで来ればスタートになるかもしれません。さあここでレアヤクとなりますが、ジャックチェリークエストか期待したいところですね。ワードプラス何かに残りはまだ46ゲームあります。ジャクテリー、そしてチャンス目からの直乗せはありましたが、マギカクエストボーナスには当選させれず、合計90ゲームで1回目でやるには終了となりそうです。ラスト90ゲーム、ボーナスは未だ引けず、そして上乗せありましたけれども上乗せには突入させれず、123枚という獲得です。さあ1ゲーム目、ここでチャンス目確定です。チャンス目ですね。ボーナスか、まあ、引き戻しは確定ですね。これでいきます。ボーナスはなかったか。しかしここはかなりいいタイミングでチャンス目来ましたね。一緒に頑張りましょう。というわけで ART は2セット目に突入。ART は1セット目2セット目合わせて140ゲームを消化となりますが、この2セット目はボーナスも上乗せもなく終了でした。208枚の獲得です。もったいなかったですね。2セット目せっかく突入しましたが、お待たせ。あたりでもエピソードか裏ボーナスがあればいいですけどね。どれくらい汚れが蓄積されているかはっきりは分かりませんが、一番小さなもやではありませんでしたので、もしかすると次のボーナスまでに汚れがマックスとなっている可能性はあるのではないかと思います。ステージに来てからの強テリーです。さあボーナスか、チャンスゾーンか。これからの強テリーもなかなか引けてないですけども、強テリーもなかなかボーナスには今日は繋がってくれません。ここは当たっていましたね。ボーナスなかった。チャンスゾーン行くわよ。マミさん、からですね、さやかとそして京子、さあ今日初めてのマミさん登場です。どうなるか。どう怖い、マミさん。さ
りは5ゲームあります。あーチャンス、ここもチャンス、いいですね。ここはベルにネアヤクトを来ております。色は黄色ですが期待していいでしょう。3回目の ART にさらにここはチャンス目です。いやもうかなり当てるんですよ。着地で2回にチャンス目、ボーナス来い、ボーナス、ボーナスの ART 一緒に来い。消えた、ここで片付ければ。チャンスにしなさい。ここは ART は間違いないでしょうが、できればボーナスと一緒に来てほしい。行く、8ゲームです。これが今日3回目の ART 当選となります。しかし投手はもう23本とちょっと大きくなって先輩超えております。参りましょう、3回目。なかなかレア役の引けない天井ゲーム続きましたが、いいところで立ててくれましたよね、今のは。あとは ART 中、まだ今日はマギタクエストもボーナスもありません。3回目、そろそろ ART 中の好循環といきたいです。さあ行きましょう、3回目のマギカラッシュです。追う枚数は1081枚です。上乗せは、あれ中継、君はどうなの、これは当たったんじゃないですか。レア役かな、あ、レア役か、あ、当たった、やっと当たった。さあ3回目のやる気、今10ゲーム乗ってて、まだ残りがちょうど50ゲームというところ、初めてのボーナス取ってになります。やる気中はよし、こっからじゃ1081枚を目指して参ります。ビッグボーナス、告知ポイント。まだ汚れがマックスではなかったようですね、ボーナスを見ると。うん、カットインも来なかった。先ほどのビッグもカットインすら見れずでしたね。チャンス告知、さあ行きましょう、詳しいゲーム、マギカラッシュ、残りはこれで63ゲームとなってます。右、中、スタート、中、まあでも ART 中にようやくビッグが引けてよかったです。まだマギ2打ってて、ラスト結局上乗せゾーンは獲得できずにゲーム2は消化です。278枚です。さあまた1ゲーム目、ここは引き戻しのチャンスです。チャンス目来い、チャンス目、今日2回目、1ゲーム目のチャンス目、2セット目突入です。さあ3回目の ART も2セット目に来ました。一応頑張りました。へへへ、なんでだろうなね、え、マギカクエストに1回も入れれません。残り1ゲーム、先ほどもそうでしたが2セット目は50ゲーム間何もなく終了です。338枚です。3セット目、3セット目ありました。そろそろいいでしょう、マギカクエスト。チャンス、右、右、右、
頑張ろうぜ。さあ3セット目、ようやくここでマジカルウエストとなりますね。これは24ゲームからやっと行きました。マジカクエスト、マジカクエスト待ちに待った上の手丼ですからね。ここはしっかり立てたいです。さあまずは1ゲーム目、ここはジャック。よし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 、これでこの使いも赤い。しかもまだここは鮮やかのアイコンが残っています。やっと20ゲームの上乗せ。さあこのベルで決めろ。鮮やかを一つ、もうやっぱりもう待ちに待った上の手丼だけにね、5ゲーム10ゲームで終わらせてたまるかという気持ちで回してます。まだだよ。さあこれでアイコンはなくなりました。まだだよ。これ今日も2つありますからね、なんとか超えたいです。ここよし、残しました。ベル、さあここベル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 は難しいですけど、この強固どっちか欲しいですね。上乗せ2倍です、獲得できれば。よし、ここもゲット。2つ目、これはいいですよ。さらにマミスさんも、ここはもう今日もいますからね、大丈夫です。あとはここですね、グリーンシード獲得なるかのバトル。残念、あ中継のバトルですね。私に任せて。ホームラン、投げる。これが倍になりますからね、ここ大きいですよ。あ、3桁。え、これが倍。これはいいところで発動しましたね、強固のアイコン。一気に200ゲームの上乗せ。さあ、さらにここは強固アイコンゲットなるでしょうか。鳴らす。ピンチ。ここで終了ですか。まあしかしやっと迎えた最初のマイカクエスト、235ゲームのものでよかったと思います。乗りました、乗りました。こうなると楽しみですよね、この後が。さあ再びマイカクエスト特急なるでしょうか。
さあ、そして先ほどは残念だった委員長のマグマドル、今回は赤文字です。エビヤスに任せて、ジラスやめてもらったな。実は今日通常時もチャンスゾーンの当選ケーキスイカスイカなんですよね。そして ART 中もスイカからです。3桁のせい。そしてマルクルギスの夜です。まだマギカクエストは1回しか迎えられていませんが、できればこっちの方がいいなと思ってましたからね。さあ、何ゲーム乗るでしょうか。まずは5ゲームですけれども、マルクルギスの夜は保証のセットということになります。そして4セット目の上乗せゲームが優遇されているというのが特徴ですね。やめない、それはとっても嬉しい。これで上乗せかけて10ゲーム、5ゲーム5ゲームと最低のゲーム数を出されております。現在そして3セット目、4セット目いきます。ここで何ゲーム乗せれるかですね。そしてここからどこまで継続させれるか、4セット目からが大事です。特にこの4セット目が大事です。諦めない、何ゲーム、ゲームか。これで35ゲームですけど、今のところ。ちょっと4セットで35ゲームは少ないですが、さあここからは継続率、そして4セット、8セット、12セットと4の倍数のセットでは上乗せ優遇となります。まあ、タイトルも通常なのでおそらく 70% と思いますが、 70% でもそこそこね、続くことあるでしょうから頑張ってほしい。ホームラン、ワルクルギスの夜にしては35ゲーム。しかしその前にスイカからの100の手ありましたので、残りは347ゲームとなっております。まあ、単純に純増 1.5 枚で考えれば、もうこの時点で500枚以上の獲得は見込めますので、投資分を上回る AT にはなるでしょう。現在獲得枚数は596枚です。勝てそうですね、今日は。なんとかで600枚超えました。さてはママから戻る秘訣を教わった中、ちょっと待て、こんなもんで終わらせたら本当にもったいない。この ART はましたが、580ゲームを回してボーナス1回、そしてマギカクエストが1回のみ、マルブルギスの夜が1回、ちょっとボーナスと上乗せが少なすぎた ART だったと思います。プラスにはなりましたが、ちょっと物足りない結果でしたね。さあ、3セット目が終わりました。4セット目あるでしょうか。さすがにここまでですかね。終了です。先ほど通常時でもこのもやがかかっておりましたが、 ART 中もそして今もですね、このように汚れが蓄積されてますから、もしかすると次のボーナスあたりエピソードの可能性もあるんじゃないかと思います。なのでここはボーナス当選まで追います。そしてどうなるか見たいと思います。しばらく回せばまたマイナス、早いボーナスが引ければプラス域に入ります。取りこぼしちゃいましたけど。
今日チェリーが全然当たってくれない時のスイカって結構チャンスに行ってくれたりするんですよね。さらにチャンスで、ボーナスチャンス、さあチャンス目からのボーナスか、スイカからのチャンスとか、そろそろ欲しいです。ボーナスが終わって220ゲーム、はい、これよーし、持ち込みの方は残り777枚とちょっと、まあ、800枚弱というところでのボーナスになります。おめでとう。結局ケガではまだ確実ではなかったですもんね。さっきの段階では、はい、ボーナスはこれが今日6回ビッグボーナス、ビッグで150枚を獲得してもまだ投資分には届かない状況となってしまいましたので、ボーナスプラス ART という流れが作れるかどうか。チャンスゾーンの可能性もあるんですよね。この後は特徴スイカを引いてチャンスになるかというところでこのボーナスでしたから、消化中の7ドロになってこの後のチャンスを期待したいと思います。緑、よし、取った。さあこれが4回目となります。モイカラッシュ今日初めて揃いました。諦めませんよ。これでもう1回プラス1を目指します。さあ持ち込みの方は現在これで900枚ほどとなってます。マギカラッシュ、あと200枚出せばまたプラスになりますから350枚以上いけるかな。さあ行きましょう。本日4回目準備中に10ゲームの上乗せがありました。おお、ここは強制に来ましたね。なかなか今日 ART 中ね行けていなかったですけど、今日ゼリー20ゲームの上乗せプラスマギカクエスト、やっと今日2回目のマギカクエストです。さあ先ほどは200ゲームを超える大きな上乗せとなりましたマギカクエスト。上乗せはこれで40ゲーム、しかし終了のピンチです。40ゲームですね。しかしこれで残りゲーム数は100ゲームを超えます。まあまあ40ゲームなら悪くないと思います。さあラスト7ゲーム、ここは強チェリーがチャンス目でまずは乗せたいところです。強チェリー、よし、おーコパー30か、まあ、3桁の可能性もある演出でしたけどね。30ゲームの上乗せでもこれで何とか再びプラス1という状況になりそうです。しかし今のはいいタイミングでの強チェリーでしたね。さあマギカクエスト突入でしょうか。チャンス、みんな行くわよ。あ、おくらちゃん、また身柄、しかもホームラン。いけます。残り28ゲームからのマギカクエストです。マギカクエスト、
結構好調なんですよね、今日は。15ゲーム。しかしこれで残りが63ゲームとなります。なりましたので継続します。さあこれでもう土壇場での逆転に成功しました。あとは汚れが溜まってるんじゃないかって思っていましたので、エピソードがあるかどうかですね。参ります。おめでとう。アカヤナゾロイのビッグボーナスあった。やはり汚れはマックスでしたね。さあエピソードボーナス、まあ、これであと1セット、アルティが追加されることとなります。マミさん、まあ、これで汚れも放出しましたので、もうどこでやめてもいいなという感じになりました。やっぱり先ほどアルティが終わった後にもしかしたら汚れが溜まってるかもしれないからという理由で通常で追いかけましたので、なんかこうエピソードを引いたことで汚れからも解放された気がします。さあこれで現在獲得枚数は504枚、持ち込みの方は1400枚、1300枚ほどとなってます。契約してくれる気になった。残りは66ゲームからの再スタートです。ではこちら1445枚の交換枚数となります。投資が1081枚ありますからプラス364枚ですね。364枚のプラス、いや良かったです。今日は364枚でも勝ててこれでやめます。ありがとうございました。はい、実践終了でございます。今日は K パワーズ大安寺店さん2回目のガイド日記でしたが、まあ、前回に続き朝一は窓マギ2狙いでいきました。最終交換枚数の方は今日は1445枚でございました。そして投資の方が47枚の23本でしたので、投資枚数は1081枚、結果はプラス364枚という結果でございます。12月初戦となるガイド日記を白星スタートとできてよかったと思います。さあこれから九州に帰って次は博多での第594話ですね。もうどんどん第600話も近づいておりますので、できるだけ大会は避けて、そして600話までにどこか一つ大きな交換枚数でリズムアップも図りたいなと思っております。以上、審査のガイド日記第593話でした。次回の街道日記は、待ちに待った最新台で朝から勝負、見せ場を作り勝利することができるか。次回小さな街道に第594話、待望の3、次回もよろしくお願いいたします。